チラリとマガリマガリエリアリ挟むなよ。皆さん、おはようございます。ただいまの愛のトーン時刻は2022年8月21日、日曜日の午前10時46分です。今日は夜7時より花火大会を開催します。広場での屋台や花火のデザイン募集と合わせてお楽しみくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことって、あれかな、てっちゃんはもうおらんくなった感じ？はぁ、家がなくなっている。売り土地、たぬき開発。これはもう同じこの場所に家が入ってくるってことかな？次誰か来るとしたら。よー、アイナちゃんか。久しぶり、あ、心。なんかしばらくの間に体が締まってないか？さてはお前、オイラに内緒でトレーニングしてたんだろう。そう、抜け駆けはずるいぞ。何、ずっと一緒にやってたのかい？てか新しい子入ってこんかな。ね。別にキャンプ場にも誰も来てなさげやしな。誰も来てなさげやしな。これってさ、あれやっけ？今売り土地状態ってことは、あの島に行ってスカウトしてくることができるんか。キャンプ場だけじゃなくって、島さんもずっと行ってないやん。ちょ、久々に行ってみよっか。島はさ、これか、飛行機の方やった。もうマジスカウトしに島へとかさ、ほぼ初期ぐらいしか行ってないことない、私。もうどこからどうっていうのも全部忘れとるっていうね。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたい。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？通信で出かけるパニーの島へ行く。これは？これは？通信？近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらにお出かけしますか？インターネットの島。これは、あれか？人のところに行くってことか？では、インターネットに接続します。OK。これ人の島に行くってことかな？あれは？無人島は？どうやって行くの？ローカル？どのような方法でお出かけしますか？フレンド、パスワード。あ、やっぱそうやんね。これそういうことやんね。そうじゃなくって。どれ？ローカルになるの？全然違ったりするかな。これはパニー。通信、ローカル。でもこれも人のとこな気がするんよね、おそらく。絶対そうやろ。キャンセル。そうですか。ではまたご利用ください。カッペイさん、カッペイさんだけになったってことかな。カッペイさんの方ではさ、そのツアーに行けるわけやん。前までもしかしてツアーが飛行機やった？それがカッペイさん一本になったってことなんかな？一本というかあっちに移ったってことなんかな？じゃあちょい。あとこっちやったら無人島行けるよね。カッペイさんので行った先で誰かスカウトできる？お、ツアーに来てんのか？運賃は往復1000マイルだぞ。はい、行きます。じゃあ1000マイル払ってくんろ。なんか船に絵貼り付けとんかな、あれ。内側にカッペイさんっぽい絵がある。よーし、早速出発するべ。準備すっから、オラの船に乗ってくんろ。足元に気をつけてな。久々、あれやね。
マスターを探しに行ったぶりやね。カッペイさんの野望。挟むなよ。世界を股にかけろよ。世界を股に挟んでみたいってどういうこと？物理的に？あの頃はギラギラしてたな。カッペイさんにもそんな頃があるんすね。その頃にあれか、奥さんとかと知り合ったんかな。なんか最終的にいい感じで締めるんやけど、全体通して歌詞見たら何読んだかよくわからんのよね。お、着いた。お、なんか前と全然違う感じの島かな。これ着いたべ。崖に鶴が生えてるみてえだな。鶴はああ見えてすんげえ丈夫でな、大人だってよじ登れちまうんだ。おめえも A で試してみるか。あとは Y で摘み取って持ち帰って使うってのもありだべ。え、持ち帰って使えるん。あ、じゃあ自分の島に設置したら、はしご使わんでも登り降りができるようになるってこと？ま、好きなようにやってみてくんろ。ほら、ここで待ってるから、道具が必要になったり、帰りたくなった時はいつでも声かけてくんろ。じゃあここはあれか、鶴まみれの島ってことかな。すごいね。ちゃんとそういう説明もしてくれるんや。A ボタンで登るっつったよね。はしご出さんでいいのめっちゃ楽やな。ね、よきよき。え、この辺のはこれ、これ鶴関係ない？ほら、これ。光ゴケやって。へえ。なるほどね。まあなんか、あれか、他の動物とかはおらんっぽい感じやね。ね、いなさそうやね。光ボケってことはあれか。夜になったら光るんかな。え、めっちゃいいやん、それ。じゃ、なんか公園のとことかにさ、植えときたいね。光ボケ。え、じゃあ光ボケ何個か収穫して、あと鶴何本か取ったらちょっとまた別の島行こうや。おぉ、取れた。おー、すごい気合の入ってる。お前、この間マラソンでランナーズハイになったんだけど、その時にこんな DIY のレシピが降りてきたんだ。筋トレしながらでもすぐ作れるから、お前にも教えてやるぞ。適当でもなんとかなるからさ。 DIY は気合だ、ハムスケより。あれ、これあれじゃない、このメッセージカードに載っとるの光ゴケじゃない？光ゴケの森の床。おお、光ゴケだらけやね、なんか。光ゴケの森の床のレシピを覚えた。光ゴケ推しなんすかね。え、でも絶対綺麗。よーし、取ってこ。あ、一個にまとまってくれるんやね。いい感じやん。イエーイ。で、何個か取って、取って。じゃ、鶴も取って、取って。2本でワンセットなんやね。鶴は？あ、これも一ところにまとまってくれるんや。いいやん。じゃあこんな感じで、新しい子もおらなさそうやし、他の島に行ってみよっかね。久々のいろいろ回ってく。ん？帰りたい。このまんまさ、違う島に連れてってくれたらいいのにね。一回一回戻らんといかんのめちゃくちゃめんどくさいやん。アイナ島に帰るんだな。忘れ物があっても取りに戻れねえぞ。大事なものを置き忘れたりしてねえか。オッケー。よーし、じゃあ帰るべ。オラの船に優しくなってくんろ。よし、もう一回行くぜ。着いた時は何にも言ってくれんのやね。ボートツアーに行けるのは一日一回だと？また明日来てくんろ。マジかよ、おい。じゃあ、取ってきた鶴でもちょっと、配置しておきますか。まだここ制約済みになってないけんね。誰が入るかわからん。おはよう、世界。ご機嫌いかがですか？よう。いい感じよ。お話ししよう。
今日みたいな日こそ対岸の虫をじっくり読みたいですね。よ、対岸の虫とはそんな作品は聞いたことがないよ。あら、ごきげんよう。素敵ね。あなたもそのメガネが素敵ね。お話ししよう。島暮らしってほんと素敵よね。家の中にばかりいたらもったいないわ。素敵ね。いいね。朝から優雅にお散歩。どうしよっかな。この辺にさ、光ゴケ。あ、でも花畑抜けたところに光ゴケが発想、発想じゃねえ。ね、光ゴケがわさっとあるっていうのもなんかいい感じな気がするんやけど。どうしよう。もうとりあえずここに置いとこ。ね、とりあえずこの辺ちょっと置いとくわ。あ、違うんよ。そっちの、そっちにはちょっと行ってほしくないんですよね。草の部分に置ってほしいんよね。いいよ。ちょ、この辺置いといて。んで、あ、そう、つるつる。ここはあれよね。坂があるけんいいとして、下からじゃないと設置できんかな。とりあえず、こっち側に一個、どの辺にしよっか。まあ、端っこの方かな。この辺りに、いいね。なんか見た目的にもちょっとテンション上がるね。よきよき。んで、こっち側にも、この辺に一個かけとくか。んで、ここにもかけておいて、で、島のあっち側にも、よいしょ、かけておこう。うん、時間の境目か。お、埴輪のかけら、よしよし。これであとは一応向こう側に行って、バッタか何がおるんかと思った。で、まああっち側からも鶴をかけておくとできたかな。入れ替えとこう。お、できてるできてる。ワンハニワを掘り出した。犬っぽいハニワってことか。で、ハニワのかけらを埋めまして、で、お水を、じゃあ、よし、煙が出てる、いい感じで、この辺に置けねえ。じゃ、この辺にどんどん通れる場所狭くなっていくけど、ワンハニーはなんかそんな犬っぽくないけど、まあなんかワンワン言いよるね。かわいいかわいい、みんなかわいい、カラフル。お、まだ見ぬいてしのマイハニーへ。砂浜を散歩していたらインスピレーションが湧いてきて、このレシピが完成したんだ。秘密にしておくのもいいけど、どうせなら誰かと秘密をシェアしたくて。作ってもらえたら嬉しいな。愛の伝道師、リカルドより。リカルドってワニかな？アイアンウッドベッドは持っとる気がする。ですよね。結構最初の方にゲットしとったような気がするよ。そしてお金を掘り起こす。じゃあ私はね、鶴を設置していきたいんですけど、なかなかたどり着けねえ。とりあえず、じゃあこの辺に一個、やっときますか。はい。なんか思ったより右側になったけど、まあ、いっか。まあ。一回一回ね、はしご取り出さんといかんのは結構めんどくさかったんよね。あ、結構ちょうどじゃない？ねえ。数いい感じやった。よきよき。あれやね、ちゃんと手に道具持っとる状態でも
上り下りしてくれるんすね。よし、これで完成。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、はしご、じゃあはしごってもうほとんど意味ない道具って感じ？なんかね、アイテム欄を圧迫するだけみたいな。つら。